はい、普通に実況します。おーっと、いきなり新マップ来ましたね。はい。ローラー、ローラー。ほうほうほう、敵もローラーっすな。ちょっとどこから行くのがいいんですかね。わかんないっすよね。こっちから行ってみましょうか。今の場合は、わかんないで、登り切りました。うわ、なんだ？よし。うわ、なんてこった。ここ、柱の後ろから回ったんですね。また。待ったもんですな、これは。うわ、遠い。届くまで結構時間かかりますね。ここからは届かないっていう、さっきの、この経験からすると。この辺からだったら届くと、ほう。あれ結構強いっすよね。とはいえ、敵が伸びまくってっからなぁ。あ、止まんねえなぁ。待って。この待って。よし、行ったぁ。これ、まだ戦場の勘どころか、上マジで、うわ、倒しとけど、わけがわからん。まあこれまだ人々が、僕も含めてですけど、戦闘の勘どころがわからないんで、適当に戦ってる感じですね。まず今スーパージャンプしまして、困ったね、こりゃ。届いたんか、あれ。ちょっと微妙に俺が敵がラギだったところがありますが、ジャンプします。あ、普通に負けそうだな、困ったね。なんか、崖よりも結構広いから、しかも途中に柱とかがあって邪魔なんで、一つなのに二つに分断されてるように見えるような、好きな地形っすね、とか言ってる場合じゃねえんだけどな。よくわからん。まあ、初戦勝利。これはちょっと嬉しいですね。うん。敵の方がローラー多かったのになんか勝てたのは何なんですかね。まあ、みんなが勘どころ分かってないからですかね。はい。まあ、ビギナーズラック的な。まあ、敵が B っていうのも大きかったんですね。